はいどうも皆さん、キハ28です。こちら東武線のベリーハッピートレイン乗ってきました。中吊り広告は全部いちご王国ラインのやつなんですよね。で、座席の色が緑といちごがあしらえられてるやつです。確かこれが1号車だったと思うんですけどね。で、ドアを開けて隣の号車は今度は赤にイチゴがあしらえられています。これイチゴの実が完熟したところの色を表しているんだと思います。で、吊り革もイチゴの形をしていて結構大きいですね。広告は全部イチゴのやつで、で、表裏も確か撮ったんですけど、前に挙げた列車の広告と変わらないですね。で、先ほどからちらちらと映ってる優先席付近が元のままです。奇数号車と偶数号車で違うんですよね。奇数号車がこの緑と1号、偶数号車が赤と1号ですね。私の手伸ばせば中指から手首までの間18センチぐらいあるんですけど、その手でもこんな感じに掴めます。結構大きな吊り革ですよね。で、こちら私座ってます。身長180センチ前後あるんですけど、座った状態でも吊り革握れる状態でした。こちら隣の栃木駅まで来ておりました。外側もこんな風に綺麗にラッピングされてます。こちら栃木駅出発シーンですね。外側も綺麗にいちごといちごちゃん、いちごモンスターでラッピングされています。ね、こちらドアランプの案内なんですけど、この列車専用なのかな、ピンク色になってますね、いちご色に。こちらステッカー類ですね。いちごちゃんやいちごモンスター、とちおとめ、とちあいか、とちひめ、ミルキーベリー、夏おとめですかね。ずっと一編成、4両編成の側面にずっと描かれています。描かれてるじゃなくて写真が貼られてるって言ったのがいいのかな。これ多分ステッカーだと思うんで。こちら2024年の5月までの予定です。ただ一編成しかないのでちょっと難しいかなと思うんですけど、会えたらば乗ってみるといいかもしれないですね。